経済的にはどうかわからないけど、うんうん、ロックダウンも悪くねえなってなるほどな。シェフやってる方、はい、お店で料理作ってる人たち、はい、あと主婦の方、はい、すごいと思う。なるほどなるほど。僕が座る前に全部終わるなと。はい、ということでまた丸太島に来ちゃいました。本当にすごいよねアクティブというか素晴らしいと思います。まさかロックダウンになってるとはっていう意外なね驚きはありましたけど、なんか事前に確認させていただいたじゃないですか、うん、まあロックダウンになっててここまで幸せを感じれる国があるんだっていうのが僕はマルタの素晴らしいとこだとは思うけどね。そうですよね。でも初めチケット取ろうとして、うん、旅行会社の方に、まあ、マルタ島行きたいんだけどっていうチケットの手配をっていう話をしたら、まあ、調べてもらったらそのマルタ島ロックダウン始まって、まあ、飲食店全部やってないですよみたいな、テイクアウトのみでっていう話を聞いて、でガクトさんに一度ご連絡したじゃないですか、うん、ちょっとスケジュール変えた方がいいですかって話をした時のガクトさんのからの一言が衝撃で、いやいやと、ロックダウン中のマルタなんて今しか体験できないよっていうああそういう考え方もあるのかと思って、まあ全てがポジティブだからねそうですよね。そこをそう捉えるかと思って、うん、で何すんのかなと思って、いや散歩とか最高だよって言われてたじゃないですか、うん、散歩って散歩っすかみたいに思ってたんですけど、いざ来てみれば、まあ正直ロックダウンで良かったなって、まあ前回がロックダウンじゃなくていろんな店行けたじゃないですか。なので、今回で言うと、なんかちょうどガクトさんがお引越しされてて違うエリアに住まれてるっていうのも含め、違う面のマルタを見ることができているっていう。僕ね、思うんだけどさ、仕事を頑張ってやってる人とか、はい、アクティブじゃない基本。はいはい。でアクティブだから普段散歩とかしないよね。そうっすね、忘れちゃってる、うんうんうん、で僕もまあなかなか散歩とかさそういうことしなかったんだけど、うんうん、マルタに来て久しぶりに人生において散歩するっていうことを結構やってんだよ。はいはいはい、いろんなとこ歩いて、はい、でマルタってほら町小さいから町の中も全部歩くし、はい、で今も郊外に住んで郊外でゆっくりしたりしてるじゃん、はい、で景色いいとこ見てもう景色がいいから、うん、その景色をただただぼーっと見て、うんうんうん、でまた移動して歩いてまたぼーっとしてっていうようなことやったりとか、はい、これってロックダウンじゃなかったらやってたかなとかね。そうですよね、うんうん、ってこと思ってて、うんうん、でそこに気づけた自分もそうだし、おそらく僕の仲間とかってやっぱ経営者多いじゃん、はい、みんなさ気づいてないんだよねそこに、はいはいはい、実際にさ散歩できる幸せみたいなさ、はいはい、のを体験すると経済的にはどうかわからないけど、うんうん、ロックダウンも悪くねえなってなるほどなるほど、思えている自分も悪くないなるほどなるほど、そんな感じ。僕散歩っていう意味では、まあ、子供が3人いるんで毎週その散歩担当なんでドラクエみたいに子供3人引き連れてこう、まあ、東京を歩いたりはしてるんですけど、海外に行ってメインのこうアクティビティが散歩っていうのは初めてで、ね、こう、うん、でもガクトさんはこう、まあ、街とか歩いたり見て回るときにそこに住んだらどうだろうっていう視点が常にあるじゃないですか、うん、だから楽しみ方とかも見え方とかもまた違うんじゃないかなっていう。海外行った時だけなんだよね散歩すんの、うん、日本じゃできないですもんね。で実際に海外に行ってで散歩できる環境なのかどうかっていうのもすごく大切で、例えばアメリカとかだとできなかったりするんだよね、うん、はい、歩いてたら捕まったりするからさ、
車で移動しろって言われるから。あ、今はっていうことですね、うん、今っていうか例えばロスとかだと車社会だから、うん、基本的に一人で歩いたりすると、まあ、夜とか歩いたりとか、はい、あ、それもダメなんですか。補導されたりするんだよね。お前 何歩いてんだとか言われたりするんだ。ああ、なるほどなるほど。エリアによってはね、はいはい、危ないぞって。そう考えるとやっぱ散歩できる国って限られてて、うんうん、どこでもできるわけではないし。そうですよね。その治安の良さとかも必要ですよね。そうそうそう。でそういう意味でヨーロッパに行ってしばらくいろんな国に滞在していくと、はい、そういうのがやっぱ見えてくるし、うん、ここ大丈夫かなと思いながらちょこちょこ散歩していく中で、うんうん、治安の良さだったり悪さだったりをこう地肌で感じながら生活したらどんな風になるのかなっていうのをうん、イメージして、うん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 、だから物件周りも好きだし、はい、ここに住んだらこの周辺はどんな風に歩いて回るのかなとかって思うと、うん、やっぱりその間までこう歩いて移動してみようかなとか。なるほどなるほどなるほど。うーんってなるんだよね。なるほど。そうやって見つけてって引っ越しもう丸太島で何回目ですか。分かんないもん。7回目マジですか。引っ越しをするのに面倒とかそういうふうに思ったりはしないんですか。そのものをまた移さないといけないじゃないですか。だけどその引っ越して悪くなるわけじゃないから。ああ、そうか。引っ越してどん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 こう環境が良くなっていくから、はい、よかったなって思うね。うーん、あと断捨離できるしね。なるほどなるほど。いらないものどんどん捨てて、うん、今回来た時に滞在が前回よりもちょっと長めに今回来させてもらってるじゃないですか、うん、お店開いてないどうするんだろうなとか食事の問題もそうですしいろいろ考えていたんですけど、実際毎日もあのガクさんのご自宅にあのお伺いして僕ら手料理ごちそうになってるじゃないですか。本当だよね。ただ食べてるだけだもんね。本当ご自に本当ただ食べてるだけだよね。ごちそうさまでしたっつって帰ったりしてるんですけどめちゃめちゃ美味しいんですよ。前回マルタ来た時も、まあ、いろんなレストラン連れてってもらったじゃないですか、うん、美味しかったんですけど、その何倍もカクツさんに作ってもらった方がうまいから、今回の滞在の方が全然食の面で恵まれているというか。いや僕ね、自炊とかをこの20年一切 やらなかったから、はい、実際自分が自炊できんのかなっていうところがあったんだよね。不安はあったわけさ。とりあえずやってみるかと思ってやってみたら、はい、料理は作れるんだなってことを、うんうん、まあ、再認識はして。めっちゃ上手ですよね。音楽と結構似てる。似てるんですか。似てる。作るのはね、やればやるほど本当に思うことは、はい、音楽って何回でも聴けるじゃん、はいはいはい、曲が、はい、何回でも聴けるし、作るまでにはめちゃくちゃ時間かかるんだけど、はい、それ料理作るよりももっと時間かかるんだけど、はい、だけど作ってしまったら作った作品はずっと聴けるし、ね、ずっと聴いてもらえるし、はい、ずっと感動してもらえるじゃん、はい、料理って仕込む時間、作る時間と食べる時間が合ってない。本当割に合ってない。だから、はい、シェフやってる方、はい、お店で料理作ってる人たち、はい、あと主婦の方、はい、すごいと思う。なるほどなるほど。こんなにね時間かけてそんな早く食うなと、うん、なるほど。本当にもっと味わって食えと本当に思う。傭兵とかね、はい、あと一緒に買いも来たじゃん今回、はい、でうちも何日も来て毎日毎日ご飯食べるじゃん、はい、がっつくなとお腹空いてて美味しいですもん。本当に僕が座る前に全部終わるなと。そうですね、昨日そうでしたね。本当僕が座った瞬間にはもう食べ終わってて、なんかもうなんかフーみたいな、シーシャないのみたいな、その雰囲気やめろって。もっとゆっくり食べなさいって、ね、はいはいはい。
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.